はい、こちらはですね、橿原市の藤原宮の跡ですね。なんか基本ですね、草原みたいになってますが、ここはですね、それまでの帝がですね、一代ごとに遷宮してたんですね。でここではですね、3代の帝がおられてですね、後で、平城京に移ります。ここ以降ですね、一代ごとの移動がなくなったということですね。で、天武天皇のお妃であった持統天皇の時代に飛鳥からここへ移動します。そのお孫さんの文武天皇が引き継いでですね、その後天智天皇の姫御子で、文武天皇の父上の草壁の御子のお妃の元明天皇ですねが平城京に遷都するまで、ここに御所がありました。まあ、しかし考えてみるとこの時期結構女帝がおられますね。でこの図を見てみると、なるほど、こういう位置関係なんですね。儀式などをしたですね、大極殿はこの後ろのですね、林みたいなところにあったということですね。さらにその北は内裏、内裏は帝のお住まいですね。しかしここはなんと綺麗な平城京ですね、までで、710年には平城京へ移りますので、16年ぐらいしかですね、稼働してないわけですね。まあ、一説にはですね、排水が悪く不衛生だったと聞きますね。この林がですね、大極殿があったところですね。これをですね、越えたところに内裏ということですね。この空き地みたいなところが内裏があったところということですね。持統天皇、文武天皇、藤原宮跡と刻んであります。この朱色の柱は大極殿院、南門跡なんですね。これより南にはですね、長道院があって、こちらはいわば役所です。朝廷のお役人さんたちがたくさんいたことでしょうね。でさっきの林にあった大極殿の門ということなので、ここから北はですね、お役人といえどもある一定の出入りの規制があったということでしょうかね。天武天皇とお妃の持統天皇のお孫さんである、文武天皇は国語をですね、これまでの和国、まあ、大和と読むでしょうけどね、から日本に、変更しました。これが今の日本という国名の始まりということになりますね。それからですね、この林のところにあった大極殿はどうなったかといいますと、平城宮に移築されたらしいですね。なので、今再現されている荘厳な平城宮の大極殿がここにもともとあったということになりますね。